麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだ、なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロ、ナミ、ブルック、ナミさん、ナミ、ブルック、どこだ？ナミ、ゾロ、ブルック。
いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい、待てよ、ルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ。ラミス、いや、待て、ルフィ。おい、サンジ、いたか？ナミた、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。いや、待て、ルフィ。おい、おーい。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパー。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。なんなの、こっちに来ないでよ。
変だ。ルフィ、助けよう。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。まとめて下ろしてやるか。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。ジョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパ。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、いやウソップ。ウソップが食べ、ウソップ待ってろ、今行く。次はドイツだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。
せない。俺が必ず助ける。大丈夫、これでみんな治せる。動けねえ。ゴムゴムのジェットピストル。ディアブルジャンプ、プルミエールアッシュ。俺が今までどれほどのピンチをくぐり抜けてきたと思ってんだ。あれくらい余裕だぜ。あん、よっ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのか。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろす。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。この足でてめえも仕留める。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。面白くなってきたわね。支援フルール、デルフィニウム。一発で決めてやる。必殺ひまわり星。俺様は勇敢なる海の戦士。マリモのやつに悪くないわね。俺強くなった。ようやくか。ナミさん。みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。
メックソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ナミスワー、これ受け取って。ね、こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランスクーポン。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。今なら納得のいく気。俺は勇敢なる海の世。ようやくか。ナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。これはこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよ、ルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ。恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。
事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、デケー島がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。